とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで出てきた新装備で、ボスラッシュやっていきましょう。使う装備がこちらです。サブリューイング、スパイダーアーマー、重力のハンマー、アーティファクトは、ブーツ、森の矢筒、キノコです。では、行きましょう。実際、あまりね、重力のハンマーは強くはないと思う。うん、厳しいと思うんだけども、どうだ。いや、厳しいわ厳しいわ。ああー、サブリューイングはおいおいおい、サブリューイングはしっかりダメージ取れるんだけど、重力ハンマーいまいちだな。まあまあ、どんどん行きましょう。大釜行きまーす。雑魚戦では若干使えるんだけども、ボス戦がちょっと微妙だな。実際のところね。あべ、実際ほんと微妙。やっぱりこれはサブリューイングで今回行くしかないか。これぐらいのダメージじゃちょっと厳しいぞ。では、レッドストーンの怪物行きましょう。虚無入れて、で、これでいいか。おいし。やっぱり6倍虚無がついた時のサブリューイングのオーバーチャージ、ものすげえダメージだね。これでいこう。はい、次、名もなき者。こいつはちょっとね、武器虚無をつけるのが難しいから、弓でつけようか。おい若干厳しい。 OK、 来た。弓虚無のどうだ。おっしゃ、こいつ HP 低いからね。まあ、それでこれでいけたんだろうね。いや、余裕だな。やっぱこの弓は強い。邪悪な村人の方行きましょう。いけるかな。とりあえずワンパンで、まずこいつを倒すでしょ。で、次に、あいつを、うん、バンバンこうでしょ。一回叩いて、で、次弓で撃とうか。いや、若干きついか。よし、OK。キョムった。ああ、キョム入ってる。分かりづらいんだな。邪悪なレイス行ってみましょう。ここは問題ないね。敵の HP めちゃくちゃ低いんで余裕でいけるでしょう。むしろここはハンマーだけでもおそらくいけると思う。厳しかったらちょっと弓打とう。多分余裕だと思うんだけどね。まあ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 だまあまあだけども、やっぱりハンマーの火力ないな。全然火力ないわ。古代のガーディアン行きましょう。うん、どうするかどうしようか。うん、まあまあ、とりあえずこれだよな。ああ、あんまりダメージない。硬いんだね。いやいや、今のは多分ちゃんと当たってないわ。うまいこと虚無入ってればそんなことはないはずなんだよな。ちょっと待って、息ができない。よし、 OK。 ちょっと待って、次はやる。あと2本だから。いいね、行くぞ。いや、おお、らら、やっぱりあんまりダメージ出ない。 HP 高えな。 HP 高い。これは確実にさ、ハンマーじゃ無理だね。ハンマーはね、雑魚的にはすごい向いてんのよ。集めてくれるし、攻撃範囲広いんで、すげえ向いてんだけども、ボス戦、あー、きついこれ。あ、ま、あー、また。あー、これきつい。これはきつい。ちょっと待って。よし。ちょっと待って、6倍虚無当てよう。あれ、よし、
今2000万ぐらい当てたよね。こいつ HP めちゃくちゃ高い。ではジャングルの魔物いっちゃいましょう。まあ、この攻撃力じゃまずものすげえ時間かかってしまうので、弓でいっちゃいましょう。うん、トムは確実にこれで入るんで。おい、あぶねえ横うざいな、周りがうざいな。 OK、 とりあえず周りはまず倒そう。 OK、 でトム入ってるね。おし強いこいつそんな HP ないんだ。6倍キョムで一撃でいけたね。 HP あんまないんだね。テンペストゴーレム行きましょう。ここ結構きついだろうな。ここはね、おそらくきつい。うわー普通にね、ダメージ入んないもんね。あー無理無理だよね。あ、入る入る入る。これはある程度ここで削っていって、で一気に行った方がいいかな。いや、むしろもうこれだけでいけるわ。いや、でもなんかシャラ臭いな。若干シャラ臭い。うん、森を、あ、森の矢筒でそんぐらいか。いいダメージ出るね。うん、あ、これいけるわもうこのまま倒しましょう。うわー、倒しできれば6倍虚無入れた方がいいんだけども、近くに寄ってもねバシンとやられるだけだから OK です。よし、では次最後ですかね、行きましょう。それでは最後、復讐に燃えたエンダーの心臓行きましょう。おい、邪魔邪魔だよ。 OK、あーもう攻撃したいけど邪魔。よし、あーこれ雑魚処理が結構重要だからね。もう難しい。うまいことね、キョムワンパン行きたいんだけども難しいな。まあ、とりあえず次でちょっと狙ってみようか。近接でしっかり当てて攻撃していく。よし、とりあえず金、あーもう来んなって。エンダーマイト、エンダーマイト、おい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 、散らかしてくるね。これはめんどくさい。しかもエンチャのやつも出てくるしね。もうちょっと待って、変なとこ入った。これ避ける。 OK、これは難しいか。よし、うーん、まあ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 、ぼちぼちですわ。あっね、もうちょっと待って、エンちゃんのやつ出てくるなって。やばい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 、あっね、あっね、あーやばい、あ、止まるな、止まる、あー、むずー、この装備では難しい。よし、 OK、 次いける。もうエンチャのエンダーマイト出てくんなって。終わり、よし。はい、それではですね、今日はボスラッシュやってみました。装備がこんな感じだったからちょっと厳しかったね。まあサブリューイング、これは強い、ボスに向いてる、すっごい向いてる。だけども重力ハンマーはよろしくなかった。うーん、火力もないしね、なんかちょっとダメだったね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。